よし、ナイス、さあチャンス来ました。78、え、まこと、まこっちゃん、まこっちゃん、どうしてです。本日は2024シリーズ1金子まこと選手使っていこうと思います。本シリーズ2回目の TS が先日登場しました。他球団結構強そうな選手が登場した中で、ファイターズはこちらの金子まこと選手がなんと4年ぶりに登場しました。実は自分が今年の TS の中で一番待ってた選手で、もうすぐに60連引いちゃいました。 A ランク1枚しか所持してなかったので、今回は超一で、まあ4400あれば十分でしょう。中弾道のミート78、パワー69、走力68、一応ミート A、パワー B、走力 B、まあ、それぞれ称号で可能ですね。守備がメイン適正ショートで、凸なしでセカンド可能です。なんと特殊すればショート A 可能ですね。ブラステも補給スローイング、まあ、スローイングは A いきますし、補給も元から B あるので守備捨てはかなりいいですね。僕の方がチャンス20丸流し打ち守備職人、まあ、ここまで守備がいい選手で打撃の特能もあるっていうのはかなり使い勝手いいんじゃないかなと思います。ということで今回は恐怖の9番打者金子誠選手使っていこうと思うんですけど、金子選手2009年の成績がとんでもなくて、2009年のオーダー作りたかったんですけど、あと小屋の選手がまだ未所持なので、小屋の選手が来たら2009年オーダーやろうかな。やっぱ金子誠選手と同じ二遊間を組んでた田中健介選手と一緒に 1,2 番コンビで今回使っていきます。本当にようやく登場してくれた金子誠選手、中弾道ですが一発狙ってみようかなと思います。では行こう。さあ早速やっていきましょう。初戦からモサ来てしまったので頑張りましょう。いやーこれ特殊して、いやこれ抑えれんね。レフトよし、でかい、ナイス、おお正面。さあ打ちましょう。まずはここでチャンスを作ってまこっちゃんに回そうぜ。よし、後援か、低難度。さあ来ました、流し打ち。まあ一番下の特能守備職人なんで、チャンス流し打ち。チャンス作んなかったら、これ、こういう感じですね。いや、えぐ。で、金子選手のお話ししますと、やっぱ2009年だけ、飛び抜けた成績してるんですよね。2桁ホームラン打ったのが、確か2009年と、あと1997年ぐらいかな。まあ20年くらいで、2桁ホームランは2年。で、まあ3割で、ホームラン2来たのが2009年なんですよね。だからやっぱキャリアハイはこの年かな。どう？早い。しかもこの成績で9番打者だったのがちょっと恐ろしいわ。俺もこれから9番使おう。あ、やべ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 、ファルファル、でかー。もうインコース攻め。これ打ち砕いたら、これもうハンソンなんていらないんじゃないでしょうか。これもうインコースかな。もうレフトポール。流し打ち。全然インコースなかったけど、まあ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 。おー、いい走力。足、そんな速くないんですけど、まあいい感じやね。痛い！よし、やばー、フィバー！うまー。やばい、やばい。フィー？フィーの。いやちょっと待って、もうマジ下手くそ。まずはメンディーでチャンスを作る。メンディー、ここ打てばまこっちゃんに回るんだけど、お前だ、お前がつなぐ。このオーダーの先輩、うおーっと、ハソーン。いやこれでも全得の。うん、なんで。いやこれ今後金子まことをショートで使って、そこに代打こいつかな。ほい、金子誠使います。許してくれやせんよって感じですね。さあまずは健介さん、やっぱこの二遊間が一番組みたかったね。まこっちゃんもショート A でいいと思うんですけどね。ナイスバッティング。ちょ、ここはまずは盗塁したい。で、まあ、まこっちゃん中弾道なんで、まあ、中弾道は基本レフトポールライトポールのホームランが多いイメージあるんで、ちょ、まずここ、よし、ナイス、さあチャンス来ました。78、78ならあるよ。ミートも92だしね。よし、まあそれでいい。ナイスキャッチ。ボールか。抜けた。ナイス、今村上さんタイピンあるし、また OB 対決だけどちょっと代打。タイピン消せ、タイピン消せ。ハンソン、お前。自分の特能はいいから相手の特能消してくれ。
ックリュー。おーしゃしゃしゃ、イエーイ、ナイス。ブンソーン、ちょ待って、ここ打ってもこれまこっちゃんには回んねえな。こういう時どうすればいいんだろう。あ、ボールかーい。まこっちゃん、まこっちゃん肩、まあ、C ワンバウンド送球なるけど、スローイング高いからいいね。優勝目指して頑張ります。フィーバー。さあまずはケンスケ、せーの、ケン。やっぱタンダなんだよな。あ、また盗塁。おーし、お前のスイッチ。あ、ちょうど相手金子千尋選手、ちょうど今は TS2 弾で登場してますね。さあ、古田 VS 田中健介。アウト。健介アウト。もうこのデフォ69で打てるかってとこやね。今まこっちゃんこの固有フォーム、シンプルで非常にベスト。次 TS で来るときはセカンド査定も見てみたいかな。ワンチャン弾道変わりそう。ボールや、落ちる、イエーイ。やばー、やばい。あー、マクちゃん忘れんだよ。エンスケさん盗塁失敗したんで、1番ゴッド持ってきました。ゴーイズゴッド。結局アウトやないかい。さあ、いやー、まあ、個人的な予定としてはスタメンで金子選手置いといて、チャンスでなかったら代打って感じかな。うわー、まこっちゃん初アウトです。で、まあ二遊間田中健介とまこっちゃんで組ませて、ベンチにアルカンタラと幸男さん置いときたいかな。中島拓也とまこっちゃんどっちの方が守備うまいかまだあんま分かってないんで、中島拓也が守備積極なんですけど、まこっちゃんは裏捨て高くて守備普通。結構中島選手ファインプレー多いイメージあるんで、まあ、中島でもいいのかなって思います。痛い。ちょ、2回目なんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この満塁出てきました。古谷に代打ハソーン。イエーイ。ショートレギュラー対決ですからね。ホンソンスローイング、ホンソンスローイング。よくアウトにしたね。お前サードのレギュラー。やっぱ、ケンスケさんは下位打線。ブンソーもさっきアウトになったんで、よしょ。おー、なんかタイムリーな選手出てきますね。で、今回の TS2 弾で、個人的に一番強いのは圧倒的この、TK2 ですね、TK2。この言い方。この言い方は10秒評価やないかい。いやー、正面。危な。さあ、チャンス、出ろ。いやー、あんま出ないね。TS2 弾対決。で、まあ、ちょっと日ハムの入館問題結構難しくて、やっぱ個人的にはスタメンで守備上手い選手を置いて代打って感じかな。もう12球団の源田菊池がファイターズだと金子誠と健介さん、嫉妬を逃した。許してくれやせんよって感じですね。さあ行きましょう。 Go is good。 てか、なん、ちょ、西川選手とか持ってこればよかったな。てか、あの金子千尋選手も当たったんで、ちょ、金子千尋選手の動画も撮ろうかな。ちょ待って、相手山本申し伸びやったやん。ゴット二塁、打球が速すぎる。さあ行こう、まこっちゃん。もうこれ盗塁は、諦めます。このデフォで打てるか、ショートに代打出す必要があるかどうかチェックします。本当に勝負をしたい。パワーと3を上げたいね。さあ来い。どう、まこと、まこっちゃん、まこっちゃんライドラフィバー、まこっちゃんライドラフィバー。マジか、嫉妬とはいえ飛んだね。おー、あぶねー。よし、モイネロ VS サイマス来ました。これが正真正銘のアーティストフィバー。あ、調子乗った。ありえる。さあ、このノリノリな状態で乗ってけ、ハソン。うん、ゴロゴロ。安明、これまた TS の選手来ました。ブゾン。ナックルはいいとこ投げるわ。さあ、ここは二塁ランナー帰ってしまったらコールドでまこっちゃんに回んないので、ちょ、頑張って普通のヒット。
やばい。止まれ、ハンソン。よく止まった、ハンソン。さあ、来ました。このサヨナラ場面でチャンス、パワー9。さあ、打とうじゃないか。これで打ったら、もうハンソン、ミキサーかけてもいいレベル。いやー、まあまあ、しゃあない。ナイスヒットでした。まあ、チャンスあれば打たせていいと思います。